隊通算2135安打、打率294、356塁打、レッズ一筋17年でプレーした。ジョーイ・ボット内野手が21日、日時下22日、正式に引退を表明した。自身のインスタグラムで発表。これでおしまい。私は終わった。正式に球界を引退したと明かした。メジャー17年間で通算2135安打、打率294、356塁打を記録したカナダの英雄。2010年にはナ・リーグ MVP にも選ばれている。2002年ドラフト2巡目でレッツに入団し、2007年にメジャーデビュー。翌2008年には新人王投票2位に入り、2010年には打率324、37塁打、オプス 1.024 の活躍で MVP を受賞した。卓越した選球眼が持ち味で、リーグ最多四球が5度、最高出塁率を7度記録。メジャー通算の出塁率も409の高率だった。2023年11月4日、同5日にレッツとの長期契約が終了し、FA に。その後は2024年3月9日、同10日に地元球団のブルージェイズとマイナー契約を結んでいた。右足首や腰の怪我のリハビリが中心で、メジャー昇格はなかった。また、マリナーズなどで活躍したイチロー氏、会長付き特別補佐兼インストラクターと、現役時代は親交を温め、イチロー氏がボットのロッカーに大量のドーナツを送り、そのお返しとして、ボットが51枚のピザをイチロー氏のロッカーに届けたこともあった。ボットは21日、同22日に自身のインスタグラムに思いを綴った。家族やメジャー時代を支えてくれたダスティ・ベーカー監督らにお礼を述べた。一方で、トロント・カナダ、あなたたちの前でプレーしたかった。もう実力が足りない。私の試みの間支えてくれてありがとうと、母国でプレーできなかったことに悔いが残っているという。プロ入りから過ごしたシンシナティへ、あなたたちのためにしか私はプレイしてこなかった。愛しているよ。最後になりましたが、ファンの皆さん。あなた方の声援にエネルギーをもらいました。ブーイング、トラッシュトークが大好きだった。決して忘れない。キャリア序盤の頃、初めてのリグレーで観衆が立ち上がって、私の失敗に声援を送った時のことを。打席に立って、これが自分の家だ、と笑顔で考えていたことを思い出す。自分はここにふさわしい、と、この押している時は自分だった。最高の自分でいられた。私は全身全霊を尽くして、この押した。すべてのことにありがとうと綴っている。フルカウント編集部。